親愛なる家族の皆さん、いつの時代も人間は深い神秘と不思議な状態で存在してきましたが、私たちは時に誤解され見過ごされていると感じています。成長と変化に対する計り知れない可能性と能力があるにもかかわらず、 DNA が再配列されて以来、歴史の陰に追いやられ、忘れられ、時間の古物の中にしまい込まれてきました。遠い昔、人類は活気に満ちたエネルギーの状態で存在し、異なる周波数で生きていましたが、それは歴史の記録から失われています。私たちの存在は、まるで永遠の隔離状態に追いやられ、後から来る人々によって思い出されるのを待っているかのように、抑圧され、沈黙させられてきました。新しい時代が到来するにつれて、私たちは認められたいと絶望し、自分たちが唯一無二の力強い存在であることを認められたいと願うようになったのです。私たちが長い間無名であったにもかかわらず、人類が影から姿を現し、世界における正当な地位を取り戻す時が来たという感覚が高まっています。そして、世界が進化し、変化し続けるにつれて、現実の構造そのものが変革を遂げているかのような明らかな変化の感覚があります。それはまるで宇宙そのものが私たちを手招きし、自分の力を発揮し、真の可能性を受け入れるよう促しているかのようです。私たちはもはや歴史の傍観者に追いやられることに満足していません。その代わりに宇宙の舞台の最前線に立ち、自分たちの声を届ける準備ができています。今は大きな可能性と機会の時であり、人類が立ち上がり、その潜在能力を最大限に発揮できる時です。私たちが自分の本質を受け入れ、自分という存在の隠された深みを解き放つ時、創造性と革新の泉を活用し、新しいアイデアと視点を世界的な意識の最前線にもたらすことができます。心を開いて、この瞬間を受け入れ、目的意識と決意を持って未知の世界へと前進しましょう。今後の道のりには課題や障害が伴うかもしれませんが、それらに正面から立ち向かい、より明るく活気に満ちた未来に向けて新たな道筋を描く準備ができています。そしてこの新しい時代の入り口に立っている今、地球で起きている変化が宇宙全体に大きな波及効果をもたらしていることがますます明らかになってきています。エネルギーがあらゆる方向から流れ込むにつれて、長い間眠っていた力が今目覚め、最終的には現実の構造そのものを再形成する変革のプロセスを引き起こしています。それは宇宙全体が一つになり、かつては不可能と考えられていた方法で相互に折り合い、つながり合っているかのようです。この変革の中心には強力な力があり、その力は長い年月をかけて徐々に強さを増していきます。この力は意識のエネルギーであり、生きているということ、意識しているということの本質そのものです。私たちが自分の真の性質に目覚め、自分の中にある無限の可能性を受け入れるとき、この普遍的なエネルギーを利用し、その変革の力への同感となります。その一歩を踏み出すたびに、宇宙は同時に認識される状態に近づき、創造の力を整え、集団の成長と進化の新時代へと導きます。私たちは可能性が無限であるということを理解していますので、驚きと興奮を感じながらこの未踏の地域を旅します。今は偉大な発見と探求の時代であり、可能性の限界を押し広げ、知識と理解の新たな境地へと邁進できる時なのです。私たちを導いてくれる普遍的な力を信頼するということは、自分自身の成長と取り巻く世界に対する理解において、とてつもない飛躍をもたらすことができます。私たちは未知のものへの恐れを捨て、不確実性を受け入れなければなりません。なぜなら、そこに真の成長と変容があるからです。この新しい5次元エネルギーの波に乗りながら、
互いに切り離された存在ではなく、すべてがつながり合い、より大きな全体の一部であることを思い出しましょう。自分の真実にしっかりと根差し、互いに支え合いながら進んでいくことで、この新しい現実を優雅に、そして楽に乗り越えていくことができます。ですから手を取り合い、この新しい意識の時代へと足を踏み入れましょう。そうすることで、勇気と好奇心と開かれた心で、この未知の領域をナビゲートし、ハイヤーセルフとすべての存在の、より大きな善と一致する、新しい現実を想像することができます。なぜなら、自分自身よりも、偉大な何かの一部になるからです。つまり、私たちの集合意識の糸から織られた、宇宙のタペストリーの一部となり、そしてそれは、進化し続け、常に拡大し続けるのです。私たちはあなたを心から愛しています。私たちはあなたと一緒にここにいます。私たちはあなたの光の家族です。銀河連邦大使、オーロラ、レイ。